ママちゃんにゆずちゃん、そしていちごちゃんでございます。今日はいつもの日課ですね、新しい、ところでの日課でございます。今日はプラスアルファにこいつがいますけど、ふりっダメね。楓ちゃんはまあこういうふうに練習するっていうのがなかなかしてこなかった子なので、今ちょっと怒りながらね食べようとしてますけど、ダメです、ダメダメ、まだはい、ダメダメね。こちらの指示でしっかり食べさせます。でその指示もね、いつも早くね、させるというわけにはいきません。それが当たり前になってくるとですね、ちょっと待てばすぐファッとこう自分でやるようになってしまいますので、我慢して少し待つというのをですね、覚えさせるにはある程度こう待たせるっていうのも必要になります。はい、だけど楓ちゃんはまだ忍耐力があまりないので、もうこうやってそわそわ動いたりしてしまってますね。で、ももちゃんにゆずちゃん、いちごちゃんは今しっかり混ぜてますね。はい、これは今いつものほとんど毎日のようにやってる練習の成果が出ております。まあ、ももちゃんはちょっとまだこの家でまだちょっと気を許してませんので、まだちょっと交渉やっぱりまだ下ろしてくれませんけどね。ゆずちゃんといちごちゃんはね、やってくれますね。ありがとうございますね、さすがです。今ペロッとしたろお前、今ほら今ちょっと揺れたからペロッとしただろお前、ダメだよいちごダメ。あ、いちごちゃんね、ごめん、帰れいちごちゃんごめんなさいね、いちごちゃんごめん、間違えた間違えた、帰れダメ、まだね、待ちなさいね。はい、で今こうやって待ってる最中でもこう、うーうーっていう風な聞こえますかね。今うーわっうーわっとか言ってこうずっと言ってるんですけど、興奮状態ですね。もう早く早くうーうーっていう状態ですね。全然落ち着いてない状態なので、その状態でよしとか言ってね、あげるっていうことはできませんね。今合図違うよ、今の合図じゃないからダメ。ちゃんと座って座って、ちゃんと待って、落ち着いてからあげると。落ち着いてからって言ったでしょ今俺ね、あげるに反応したね今ね。落ち着いてからね、落ち着いてから、こぼれちゃうよあんた、そっちお水があるから。ほれ、で今みたいに勝手に食べた場合は怒ります、ちゃんとね。ほりゃほれ、勝手に食べないね、これ許しちゃって、はいはい、もう仕方がないなってあげちゃうと、自分のタイミングで食べるようになってしまいますので、許しません。はい、ね、頻繁にそれは許さないようにしてあげてください。飼い主さんの指示で食べさせるということをやりますね。ダメ、はい、ダメよ。あ、まだ落ち着いて。こちらのお三方はもうずっと私の合図待ちです。で、しっかりちゃんと待ててますね、お利口さんが。ね、はい。いちごちゃんに関しては、まあ、このご飯を待つっていうのも、もうもちろん練習してますけども、外でね、畑のところで待つっていうのをね、以前にも、まあ、以前からね、まあ、ちょくちょく出してますけど、あれほとんど、まあ、散歩の帰りにですね、練習したりしてやってますので、まあ、こういう風に待つのがちょっと余裕になってきましたね、いちごちゃん。少し前はもう自分で動いてクン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 言ったところがあるかなと思いますけど、ね、今はもう大丈夫ですね。ただあんただね、楓ちゃん、ちゃんと座って、座れ、ダメ、まだ、ねね、どうしたらもらえるのかなっていう風に考えさせるっていうのがやっぱり重要になりますね。やっぱり欲しいですから、どん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 ね、自分でこう我慢できなくてこう食べようとするんですけどダメ、ほらダメダメ、ね、我慢できんから勝手にこうふっといきましたけど、ダメ
どうしたらもらえるのかなっていうのをですね、分かんない子は自分で頭を使ってこう学ばせていくっていうのが大事ですね。であと忍耐力も必要ですから、ちゃんと待たせると。でこの子たち3お三方は答え分かってますので、私の指示があるまでずっと待ってます。おとなしくまだかなっていう感じで見てますけど、答えが分かんない子はこういう風に仕草をしてしまうんですね。でそれを教えていかなきゃいけないんですけども、ただ今一日でパッとこう分かるっていうのは結構難しいですね。こうやってこうほとんど毎日のように練習していかないと気づいていかないですね。我々人間もですね、いろいろなんかこう習得するには練習っていうのが必要です。で簡単なことであればスッとできるかもしれませんけど、少し難しかったら頭をちょっと使うようなことであればね、やはり日が必要ですね。何度も練習してとかいうレベルになりますね。ワンちゃんたちの世界ではこれは難しいわけですね。自分で気づくっていうのはちょっと難しいので、何度も練習してあげて気づかせてあげるんですけども、ダメだよ、ダメで、ここでこのお三方先に食べさせるっていう形を取るとこの子がもう我慢できずに、暴れたりとかね、他の子たちのものを取ろうとしますので一緒に待たせます、ね、他の子たちはできているから先どうぞっていうのはまだまだ通用しませんので、この子はね、楓ちゃんは通用しませんので、もう少し一緒に待たせます、ね、はい。まあ、これぐらいの今の時間っていうのは全然他のお三方は全然平気で待てますので、はい、待たせます、ね、いいよママちゃん、外に反応しなくていい、やめて楓、ね、頑張れ、ね、頑張って、はい楓ちゃん、ちゃんと座って、楓、楓お座りして、そう、ね、お座りして、お座りはパッと下から、はい、したよじゃなくて、座ってちょっと待ってください。待て。ね。あ、誰か帰ってきたね。よし。じゃあ、もう仕方がない。ちょっとまあ、これ以上やると、帰ってくる人にも反応したりそうなんで、食べますか。さあ、じゃあ、ママちゃん。ゆずちゃん。はい、いちごちゃん、かえでちゃん、いいですか。はい、よし、はい、みんな食べて、はい、よし、ほら、はい、食べてね、さあ、リコンさん、はい。で、まだ落ち着いて食べるっていうことも分かってないので、この中で一番激しいですね。音もすごく鳴らしてますけど、はいね。まあ、ベテラン2人はね、こんな風に静かに食事をしてますけど、もうちょっとまだだね、カエルちゃん、あなたは練習がいるね、はい、ね、こうバクバクっていう感じですね、はい。じゃあちょっと待って、ちょっと我慢して、ちょっと、はい、カエル、ちょっとお座りして、ちゃんと座って、ちゃんと座って、カエル、座れ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 、ちゃんと座れ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 、うわーじゃない、座れ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 、はい、座ったよじゃない、座れ、ダメ、ちゃんと座れ、座れて、少し待て、俺がいいよって言うまで座れ、ちゃんと座れ、帰れ、こっち向いて、まだ、あなた、お前から動くんじゃない、ダメ、
の？うーじゃない、ダメ。ああ、ちゃんと座って。帰って座れ。座れ。座れ。はい、よし。ね。まあ、まだ全然待てないので、数秒で、またあげるっていう形を取っていきます。ね。さあ、君たちは食べたね、お利口ちゃん。はい。はい、いちごもお利口。ね。はい、もう一回ちょっと待ちなさい。はい、待て。ね。いちごはやめろ。ちゃんと座って。さあ。さあ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 。さあ、うん、もうちょっと待って、もうちょい待って、もうちょい待って、頑張れ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 、よし、お前じゃない、さあさあ、おりこさんだね、はい、でおりこ、まあ、忍耐強く待たせるにはですね、やはりあの最初はもう本当に数秒程度からですね、できるようになったら徐々に時間を伸ばしていきますね。で回数もですね、そんなに多くやらなくていいです。ね、よし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 、ね。待てるようになってきたら回数もちょっと増やしていって、待たさる長さも、増やしていくという形で取っていきます。ね、最初にもうご飯よしって言ってると全部もううわーっていう状態でもう、がっついて全部、食べてしまいますので、なるべく落ち着いて、ご飯は食べないといけないっていうのを教えるためには、途中途中でストップを入れて落ち着かせる、そしてもう一回落ち着かせるという作業をね、取っていきます、はい、ね。まあ、この子たち、ももちゃん、ゆずちゃん、いちごちゃんは、まあ、それらを、取り入れて今のご飯のスピードですねになってきました。まあ、いちごちゃんももうちょっと早いんですけど、まあ、これはもう少し成形になっていけば、プラスアルファ、あと経験ですね。また練習もどんどん積んでいくんですけど、もう少し遅くなっていきます。はい。ということで、今日も、まあ、いつもの日課、新しい自宅で、いつもの日課でございました。今日はプラスアルファ、カエデちゃんがいましたんでね、はい、あのカエデちゃんでちょっとまあメインという形になっちゃいましたけど、はいはい、ね、ご参考になりましたでしょうかね。では次回もぜひご覧になってください。バイ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 。